おはようございます、和樹です。今日はすんごい開放的なところからスタートするんですけど、今は僕は、羽田空港にいます。はい、今こんな感じでですね、飛行機があるんですけども、これから、ここを出発して、アメリカのロサンゼルスに行きます。そこで何をするかっていうと、あのフェンダーの工場がそこにあるんですよ。そこの取材だったりとか、あとはまあアメリカを堪能してね、世界一でかい楽器屋さんのギターセンターとか、なんかそういうのいろいろ行けたら面白そうだなと思っております。僕実は海外初なんですよね。めっちゃワクワクするということで、これから楽しんでいきたいと思います。その前にね、10時間ぐらいフライトがあるみたいなんで、地獄ですけど、頑張っていきたいと思います酔うな、絶対酔うもん。行ってきます。そろそろ乗りますこれやね、乗るやつ、これですね。夕日が綺麗。ということで、アメリカに着きました。10時間ぐらいのフライトを終えて着いたんですけど、たった一つ言えることはシャワーを浴びたいという。一旦ね、ここからバスに乗ってホテルに向かいます。ホテルに着きました。すごい中身がね、もうオブジェとか、あっちのおしゃれな感じとか、ずっとホテルにいてもいいぐらいで、1日目は結構余裕があるっぽいので観光とかしていきたいと思います。はい、ということでお部屋に着きました。思ってたより5倍ぐらい豪華でちょっとビビってるんですけど、ルームツアーしていきたいと思います。まずね、ドア入ったらこんな感じの景色があって、右見たら洗面台ですねいやすごいな、いい感じのシャワーね、あのショーシャンクの空にみたいな感じでバーってやるやついやすごい、これ今初めて足を踏み入れてますうわー、感動で言葉が出ない。何これ、ストラトキャスター70周年を記念したフェンダーメディアツアーへようこそ。今回言ってなかったんですけど、あのフェンダーのストラトキャスターが70周年ということで、その記念にね、お呼びいただいてるんですけど、すごいこの2日間特別なツアーでウェルカムディナーを皮切りに、カリフォルニア州コロナに所在するフェンダー工場の特別見学やオフィス訪問、エグゼクティブやマスタービルダーとの個別取材、そしてフェンダー製品を開発するプロダクトチーム立ち会いのもと、すごいな、70周年記念ストラトキャスターモデルを実装する体験など、盛りだくさん催しを提供しますこのツアーね、僕だけじゃなくて、あのヤングギターの方とか、あとはフォーブズの方とかも一緒に来てるんですけど、みんなの部屋にこれ置いてるんですかね。 The Year of the Strat 1954、何これ、後で開けるとして一旦ちょっとこっち見ましょうかで、窓からはロサンゼルスの街並みがね、見えますね。うわ、すんごいアメリカっぽい。ここすでに楽しい。じゃあちょっとね、これ開封しちゃいますね。オープン。おお、フェンダーの T シャツ、フェンダーのキャップ、嬉しい。いや、こういうの持ってなかったんですよね。カッポが入ってます。これなんだろう、なんかいい感じの飲み物入れられそうなカップ。あとはこうステッカーとかもありましたね。これかぶって観光行きます、この後。はい、ということでこんな感じの部屋と素敵な贈り物でした。いや、最高すぎないかこれからシャワーとか浴びて、ちょっとウェルカムディナーに行きたいと思います。バーへの鍵が。はい、ということでホテルの外に来たので、ちょっとね、歩いていろいろなところに観光に行きたいなと思います。とにかくマジでめっちゃ眩しいねサングラスが鬼ほど似合わないで有名な和樹なんですけども、これが似合わないかもしれないから、また買いに行きたいね、サングラスとかも。ウーバーでタクシー呼んでバーガー屋さんに行きたいと思います。ダボダボアニマルバーガー、ダボダボアニマルスタイル。 Would you like any fries or any drinks? Yes、 なんとか頼めた。めっちゃ難しかった。とりあえずゲット。量がとんでもないよこれ。バーガー来ました。ダブルダブルアニマルバーガーみたいなやつで、実は裏メニューなんですよね、これ。やばい、これは肉感がすごい。じゃあいただきます。
うますぎ。ここがギターセンター。いや看板がでかい、マジででかい。うわ、 BB キング、手でかいなと思ってたけど自分の手のでかさに驚いてる。じゃあちょっと入っていきましょうか。ここがフェンダーゾーンかな。こう右と左でギブソンとフェンダーが分かれてるんですね。ハードケースのカラフルなやつが普通にポンって置いてることも結構珍しいですよね。アコースティックプラチナム&ヴィンテージ。ひえ、絵画もすごいんよこれ。入った瞬間いい香りが漂う、ね、一面所狭しとウクレレも並んでるし。変わったギターもいっぱいありますね。リッケンバッカーとかもあるし。この辺が何？カスタムショップとか、まあ、高級なギターゾーンってことかな。これいいね。日本やと見ない光景やね。こうやってオーディオインターフェース揃ってるの。ローランドにヤマハ、日本の企業すごい多いですね。いやーめちゃくちゃワクワクしますね。もうどこを見てもギターしかないっていう。ちょっと今は時間ないんで、また夜とかにねもう一回来ようかなと思います。この壁画というかすごいよ、外装が。これ店の壁ですからね。普通にこんな感じで道路に面してるんですけど、道路を通ってると急に地味変が出てくるっていう。すごくないですかこれ。まあ、大体1日目はこんなもんですかね。ちょっとそろそろウェルカムディナーの時間なので行っていきたいと思います。チップ払い忘れたんで払い直してます。申し訳ないなっていう。これからね、まあ、この辺でウェルカムディナーがあるみたいなんで、他の方たちが来るのをね待って帰りたいと思います。今日のファッションチェックです。今日のファッション、はい、はい、こちらはイチゴ、イチゴ、そしてあのリドムのパンツ、うん、あのゲンジさんのね、ファッション YouTuber のゲンジさんのブランドですね。でこれはあのオールバーズっていう結構 IT 系の人が履いてる環境に優しい靴。ちなみにこれはあのほらフェンダーです。フェンダーです。I'll just say thank you very much for being here. Thank you. Thank you for making the long trip, making your first trip. We hope that it's a great several days. I'm a big fan. I first saw the recording of
バディさんの曲だったんですって言ったら、バディが何て言ったと思う、お前それで印税は払ったのかって弦楽器の製造のところに戻れば、やっぱりネックとボディをネジ止めるっていうのは、ある程度ギター興味あるし、かけられちゃってたんですけど、たくさんのギターを届けたいって話した時に、終了なので、その弾き方の手引きが一番重要なのかなっていうのをお伺いしたくて。We can look at all the videos of Kendrick play and we can see what people spend the most time on. ちゃんと学びたい人は意外と少ない。あんまり長いのは人気ないです。そうなんですよ。5分が一番多分、一番最長。そうなんです。5分以下、これ、下の方がいいです。ちょっと、レッスンというよりもチップスみたいな、チップスみたいな感じです。めちゃくちゃ参考になります。時間をつけてもらった後に、どんなデザインが人気になるかっていうのは、Something you know.But then they add something you haven't seen before. And that's where a lot of the great innovation for us comes from. Because, you know, artists who are moving music forward and they're trying to innovate and trying to try new things. Well said. Yes. Never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Cause I've always been told that things will unfold. めちゃくちゃおしゃれに注いでるけど水ですね。はい、ということでアメリカの旅第1日目が終わりました。いやーすごいですね。やっぱりどこを歩いても日本とは違う景色だし、全部スケールが大きいし、実はこの後ねギターセンターも行こうと思ってたんですけど、ちょっともう僕の体力も限界だし、そして何よりとっくのとっくにしまってるということで、まあ後日ね帰国するまでに行ける機会があったらもう一回行きたいと思います。まあ、今日はねちょっとこのまま水でも飲んでシャワー浴びて明日に備えます。次の Vlog の最初が朝食で始まるか、それか移動のバスで始まるかはね、僕の早起きの成功次第ということで、またちょっと次回も楽しみにしておいていただけたらなと思います。これホテルに備え付けてあった部屋着なんですけど、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。私服として家に欲しいはい、っていう感じで大満足な一日でした。ということでアメリカツアーはまだまだ続くということで、次以降の動画も楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。いいねと思ってくれた方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。